僕にさよならをください。そうしたらボール箱へ詰めて紙紐でくくってハドソン川へ捨ててきてあげよう。私が大人になって結婚して子供を産むようになったら、お月様を見て一人でに涙を流すこともなくなるだろうと魚の女の子は思いました。だからこの大切な涙を海の水と混じり合わないように大事に取っておきたいと貝の中にしまいました。そして魚の女の子は大人になってそのことを忘れてしまいました。でも真珠はいつまでも貝の中で女の子が迎えに来てくれるのを待っていたのです。魚の女の子、それは誰？皿洗いの女の子が7枚のお皿を洗い終わって数えてみたら、お皿が8枚になっているのです。その夜は真っ暗になったので、女の子は安心して恋人に何もかも与えることができました。小さな古いレコード店でかけても鳴らないレコードが一枚ありました。暗いところに置くと辺り一面明るくなるレコードだったので、少年はそれだけは売るまいと思っていました。盗まれた月の話です。
海がラメールで女性名詞であることを知ったとき、僕は高等学校の3年生になっていた。あの雄大なユリシーズの海がなぜ女性なのか、僕には理解できなかった。ただ、海が女性である以上、たやすく自分の裸を見せることは、僕の自尊心が許さなくなった。そして、僕は泳ぐということに疑問を持ち始めた。海が女ならば、水泳は自分がその女にもてあそばれる一方的な愛撫に過ぎないのではないか。僕はあの青い素晴らしい海がどちらかといえば母親方の海であることを惜しんだ。そしてドビュッシーの海という曲などは海のエゴイズムを知らない曲であると思った。ある日、僕は海を小さなフラスコに汲み取ってきた。下宿屋の暗い畳の上に置かれたフラスコの中の海はもう青くはなかった。そしてその従順な海と僕はまるで密会でもするように一日黙って見つめ合っていた。
生まれた町へ帰って、僕は夜一人で寝るときに月夜の海へ向かってほんの少しだけドアを開けておいた。誰が入ってくるというのでもない、ただ夢は果てしなく青い海原に幻のヨットが無数に浮かび漂っているのであった。僕は怒涛の洗礼に初めて憧れた。それは官能のうずきのように僕の男の血をかきたてた。そして僕は寝落ちて行きながら真夏の海の潮なりを求め続けていた。僕の中で海が死ぬとき、僕は初めて人を愛することができるであろう。人を一人騙すたびに空に星が一つずつ増えると女に教えた男は船出して行ってそのまま帰ってこなかった。女は窓辺で星の数を数えながら男を待って一人寂しく年老いていった。オブジェ、いろいろアームで見てきました。オブジェ見てきた。女は私の母、男は私の心を天然に。かくれんぼは悲しい遊びです。少年の日に暗い納屋の頭の上、私の愛から隠れて一人の少女を見出せない。このビーフさん足場をぐるっと回ってきただけ。ビーフさんは見れるのな。2年経ちました。あーでも見にゃな。4年経ちました。5年経ちました。6年経ちました。7年経ちました。8年経ちました。9年経ちました。10年経ちました。私は一生かかったかくれんぼの鬼です。お嫁ももらいません。
手鏡に映る遠い日の夕焼け空に向かって、もういいかいと呼びかけながら静かに降りていく。72年経ちました。73年経ちました。74年経ちました。75年経ちました。もういいかい。まだだよ。76年経ちました。77年経ちました。78年経ちました。79年経ちました。もう4年か5年だけど、もう一度今日の方もメルカリ What the fuck?